北総線は東京都葛飾区の京成高砂駅と千葉県、印西市の印馬日本医大駅を結ぶ北総鉄道が運営する鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号は HS。千葉ニュータウンの都心アクセス路線としての役割を担っている。途中の千葉ニュータウン中央駅はその名の通り千葉ニュータウンの中心的な地域にある。 小室駅インバ日本医大駅間は、京成電鉄の100%子会社である、千葉ニュータウン鉄道が第三種鉄道事業者として、線路を保有し、北総鉄道が第二種鉄道事業者として、旅客運送を行っている。また、東京都成田国際空港を短絡する、成田スカイアクセス線と線路を共用しており、京成電鉄が運行するスカイライナーや、 アクセス特急などが道路線と同じ線路を経由する。京成高砂駅からは、京成本線、京成押上線、都営地下鉄浅草線、京急本線と直通運転を行っており、東京国際空港や神奈川県の三浦半島まで至る。北総線路線案内図。両端が、羽田空港、成田空港で一直線になっている。京成高砂駅。 小室駅間は、千葉ニュータウン建設開始に伴い、1972年3月の都市交通審議会答申第15号が示した2本の東京都心直結ルートの一つで、地下鉄1号線を延伸し、京成高砂駅で、京成線より分岐し、松戸、市川両市境を答申、鎌ヶ谷市初富を経て、千葉ニュータウン、小室地区に至る路線である。 千葉ニュータウン内の交通路整備を優先するため、北初富駅、小室駅間を北総線第一期として先行開業をすることとし、1974年、日本鉄道建設公団民鉄線対象工事として着工した。1979年3月13日に千葉、ニュータウン小室、西、白井両地区が入居開始することになり、 その直前の3月9日に開業した。同時に、暫定的に、新京成線に乗り入れ、松戸駅まで相互直通運転を開始した。なお、新京成線との直通運転は、第2期線開業後の1992年7月8日に、同線の新鎌ヶ谷駅開業と同時に廃止された。北総開発鉄道は、千葉ニュータウンと東京都心を結ぶことが、 建設目的であるため、1983年に、第2期線の建設に着手する。1991年に、京成高砂駅新鎌ヶ谷駅間を開業し、北総開発鉄道、京成電鉄、東京都交通局、京浜急行電鉄の4社による、相互直通運転を開始した。小室駅インバ日本医大駅間は、 同じ等身で示された、もう一つのアクセスルートの一部で、地下鉄15号線を延伸して、鎌ヶ谷市初富に至り、小室まで、前期の路線と並走し、その先の陰馬松虫地区に至る路線の一部である。本来、千葉県営鉄道として建設される、予定のものを、1978年3月に千葉、ニュータウン事業に参加した、宅地開発公団が、 小室インバ松武士館の鉄道敷設免許を譲り受けて建設開業した。住宅都市整備公団千葉ニュータウン線として小室駅千葉ニュータウン中央駅間が1984年に開業した。その後、1995年に印西牧野原駅まで2000年にインバ日本医大駅まで延伸され全線開業した。千葉ニュータウン線は 列車の運行、旅客営業、鉄道施設の保守業務などを、北総開発鉄道に委託していたが、地方鉄道法の廃止や鉄道事業法の施行に、伴って、1988年に、住宅、都市整備公団が、第三種鉄道事業者として、線路、駅などを保有し、北総開発鉄道は、施設を借り受けて、運行、管理を行う、第二種鉄道事業者となり、 その後の延伸区間も同様の扱いとなった。その際、路線名も北総線区間を含めて北総、高段線とされた。2004年7月1日に社名が北総鉄道に変更され、同時に都市高段が独立行政法人都市再生機構に改組された。高団の保有する鉄道施設については京成電鉄の全額出資によって設立された。 新会社、千葉ニュータウン鉄道に移管された。それに伴い、北総路線を呼ぶ際は、高段が外されて、北総線となった。2010年7月17日に、京成電鉄が運行する京成成田空港線が、開業。北総線は、全線が、成田スカイアクセス線と共用となった。同時に、駅ナンバリングを新京成電鉄を除いた。 京成グループ3社の各線で一斉に採用したが、京成高砂駅を除く北総線各駅には、北総鉄道独自の駅番号が付けられ、京成電鉄の駅番号は付けられなかった。早朝、深夜の出入庫列車を除く、ほぼ全列車が、京成高砂駅から、京成電鉄本線、押上線、都営地下鉄浅草線、京浜急行電鉄本線、 空港線を経由して、相互直通運転を実施する。特に日中は、北総線系統、成田スカイアクセス系統ともに、京急羽田空港第1、第2ターミナル駅発着が主体となる。北総線の駅を、始発、終着とする優等列車は、現在も平日の朝夕のみの運行であるが、成田スカイアクセス線の開業後は、 北総線を走行する優等列車が終日にわたって運行されるようになった。共用区間を成田スカイアクセス線の列車として、京成乗務員が運転する場合は、京成側の運転規定が適用され、北総線の列車として、北総鉄道の乗務員が運転する場合は、北総鉄道側の運転規定が適用される。そのため、北総線の各駅端部には、 形成乗務員向けの駅間最高速度標識など、形成の運転規定上必要な標識が設置されている。北総線系統北総線系統エアポート、急行北総線系統特急北総線の列車は、普通列車が主体であるが、平日に限り特急及び急行が運転されている。成田スカイアクセス系統成田、スカイアクセス系統アクセス特急北総線系統と、 は別に、線路を共用する京成成田空港線の列車種別として、スカイライナー及びアクセス特急がほぼ終日にわたって運転されている。北総線との共用区間内においては、乗車列車の指定はなされておらず、北総線内のみの利用に際して、アクセス特急を利用することも可能である。一般列車は、 北総線系統と成田スカイアクセス系統と合わせて40分周期のパターンで構成されている。左から7260系、9000系、7500系、9100系、7300系、7308編成自社車両をはじめ、直通運転先である、京成電鉄、都営地下鉄浅草線、京浜急行電鉄の各車局の車両が乗り入れて、 運行される。2019年12月時点で、北総鉄道の営業列車として運行されている。車両と、かつて運行されていた車両は次の通り。通常は8両編成のみの使用。2018年7月現在、すべての車両が8両編成で運行されている。ただし、ダイヤ乱れと、車両が手配できない時に、形成の6両編成がダイソーで運行されたことが、 ある。1979年の開業時は6両編成が主体であったが、1991年の都心直通時に自社車両はすべて8両編成に増強された。また、1992年から2000年7月22日のダイヤ改正前までは、船内限定の区間列車として4両編成での運用が存在していた。また、 1993年4月1日から1994年12月9日にかけては、直通先の京急空港線が8両編成の乗り入れに対応していなかったため、データイムのほぼすべてが6両編成での運転であった。しかし、当時は6両編成の車両を保有していなかったため、データイムはほぼすべてが他社の車両で運行されることになり、 北総車両が自社線内をほとんど走行しない、珍しい光景が見られた。道路線は2010年7月17日より全線に、渡り、京成電鉄成田空港線との共用区間となり、アクセス特急が停車する北総鉄道の駅は、京成電鉄との共用駅となった。なお、京成高砂駅については、京成電鉄管理駅のため北総独自の駅番号は振られていない。 以下の表には、北総鉄道の運行する、北総線の列車について記している。京成電鉄が運行する、成田スカイアクセス線の列車の停車駅は、京成成田空港線駅一覧を参照。開業前は、印西牧野原駅は、印西草深駅、印馬日本医大駅は、印馬松虫駅という地名を由来とする箇所が、ついていた。矢切駅出入口。 京成高砂駅を出ると、京成電鉄の高砂車区を左に見ながら、高架橋へと上がり、大きく、左へカーブして、高架のシェルターを抜けると新芝又駅へと到着する。住宅地を抜けると、江戸川橋梁を渡り、千葉県松戸市へと入るが、川岸から大地までは、松戸市の特別緑地保全地区となっており、田園風景が広がる。線路はすぐに、 下宇佐大地の元に掘られた、栗山トンネルへ侵入し、矢切駅へと至る。この先、北国部駅、松飛台駅間は、地形上、大地と低地が入り組む多日電が多いため、トンネルと高架が連続する、高低差の大きい線形となる。特に秋山駅では、地下駅なのに対し、次の東松戸駅では、JR 武蔵野線をまたぐためホームが、 地上20メートルの高さにある。松戸美大駅を過ぎると、高架の直線区間が続き、左手に住宅地、右手に梨畑を見ながら、大町駅へと進み、国道464号と立体交差する。さらに高架を進むと、左手に新京成電鉄くぬぎ山車両基地を見ながら、新京成線と合流。ここから、並走区間となり、 新京成線北初富駅の横を通るが、北総線に駅は設置されていない。間もなく私鉄4線が乗り入れる新鎌ヶ谷駅へと至る。鎌ヶ谷市の新しい市街地として開発が進む、新鎌ヶ谷を横目に、しばらく高架の直線区間が続いた後短いトンネルを抜ける。やがて線路は、掘り割り区間となり、千葉ニュータウンの玄関口である西白井駅へと、 到着する。この先、千葉ニュータウンエリア内では、堀割内を国道464号、及びその速道に挟まれる形で道路と並走する。次の白井駅にかけては、ニュータウン独特の大型店舗が立ち並ぶ街並みが、沿線に広がり、小室駅の手前では、国道16号と交差する。この先、神崎川をまたぐ、広角間では両側に水田が広がり、 線路は再び掘割区間を進み、北総線最大の乗降客数を誇る千葉、ニュータウン中央駅へと至る。駅周辺には、イオンモール千葉ニュータウン等がある。また、掘割内では、北総鉄道に沿って確保されていた成田、新幹線用地を転用し、太陽光パネルが設置されている。この区間はもともと、成田新幹線用に、 確保されていた用地を一部活用しているため、高低差もなく、線形も良い。次の印西牧野原駅周辺は、並行する国道464号沿道に、ロードサイド型の大型商業施設が立ち並ぶ。印西牧野原駅を出ると、しばらく複々線区間が続いた後、内側2線が、印馬車両基地への高架線として、右手に分かれる。右手に、 車両基地を見上げながら線路は、堀割区間を進み、終点、ンバ日本遺大駅へと到着する。駅の成田空港側には、引き上げ線が用意されており、本線は、成田高速鉄道アクセスの線路として、成田空港方面へ続く。都心から、成田国際空港への所要時間を短縮するために、北総線を経由する。 成田新高速鉄道構想が1985年の海湯政策審議会答申第7号において計画され2006年に着工した。新設となるインバ日本医大駅から成田空港高速鉄道接続点までの区間は新たに設立された成田高速鉄道アクセスが建設、保有を行うこととなった。 新設区間は最高速度実速 160km となり、これに合わせ、既存の京成高砂駅インバ日本医大駅間は最高速度実速 130km で走行するための対比設備の設置と、鉄道信号機に対するそもそも速減時の設定を含む設備改良工事が行われることが、成田高速鉄道アクセスから発表されていた。ただし、 現在の北総線区間では高速進行現時は設定されない。これに先立ち、小室駅では対比線建設に伴うホームの増設工事が行われ、東松戸駅、新鎌ヶ谷駅では路線建設時に将来用に設けられていたホームを使用開始した。その他、印西牧野原駅、印場日本医大駅では分岐器変更による配線変更が行われた。 このうち信号機のそもそも即減時は2009年夏より使用を開始した。2010年7月17日の開業以降は、インバ日本医大駅止まりの北総線の列車は従来、通り、北総鉄道が運行し、成田空港駅まで直通する。成田スカイアクセス線の列車は、京成電鉄が運行する。これにより、スカイライナーの所要時間は、日暮里駅空港。 第2ビル駅間で最速36分となった。それまでは JR の成田エクスプレスや京成電鉄本線のスカイライナーを利用した場合、都心から空港、第2ビル駅までは1時間程度を要していたため、大幅な所要時間短縮が実現した。また、千葉県北西部等の交通利便性の向上と、成田地域と千葉ニュータウン地域の機能連携の 強化にも寄与するることが期待されているしかし、その一方で、運賃の高い北総線経由になることで、運賃が値上げされるのではないか。スカイライナーと北総線の運賃が二重運賃にならないかと問題視する声もあったが、最終的に値上げや二重運賃は適用されず、インバ日本医大駅をまたいだ乗車であっても、両者の乗車距離の合計を、 京成成田空港線の運賃基準に当てはめて計算されることとなった。北総線は東京通勤圏の一部を除く他の鉄道と比べて運賃が高い上、定期券の割引率が低いため沿線住民の負担になっている。山下勤と不動産絶望未来東洋経済振興者によれば、千葉ニュータウンの住民の間では財布を落としても、 定期券落とすなが合言葉になっていたほどであったという。沿線の白石などは、北総線通学定期券助成制度を設けている。千葉県と沿線六市に村も、北総鉄道への財政支援を交換条件に、運賃値下げを求めてきたが、2010年2月19日に、認可され、運賃値下げが実現した。なお、2015年以降は、自治体による、 財政支援は行われていない。北総線は東京県東部の大型ニュータウンである千葉ニュータウン事業の一環として建設された。千葉ニュータウンは当初の計画では2912ヘクタールを開発して計画人口34万人を見込んでいたが1970年代のオイルショックや1990年代の バブル崩壊などで縮小を余儀なくされ、2014年3月時点の開発面積は約1930ヘクタールで、計画人口は45,600個143,300人に下方修正された。2014年1月末時点の実際の人口は93,631人にとどまっている。なお、千葉ニュータウンの事業認可期間は2014年3月で、 終了しており、未処分地の販売は5年間継続され、2014年3月で終了することになっている。ただし、沿線人口の増加に伴う北総線利用者数は増加傾向は続いており、2013年度は乗客数が過去最高を更新した。なお、千葉ニュータウン中央伊藤の区間で線路に沿って確保されている用地は、成田新幹線の跡地を呼び、 北千葉道路の建設用地である。ありがとうございます。